各家。各吉見、み、各170年から207年は、中国五圏末期の武将、政治家。字は、奉公。予習衛戦軍備、敵県、現在の河南省巨昇州,州州市の人。子は各駅。孫は、各深市、各明、予後。創村は、各領。三国式市、ほど、各ただし劉昇劉伝いに、捨てがある。 曹操に仕えた軍師の一人であり、その王を大いに助けたが若死にし、曹操に惜しまれた。各家は炎章の下を訪れたが、炎章の人物に失望し、すでに炎章に仕えていた同軍の新票、各図に炎章の欠点を警告した後、主観せずに去った。各家の同軍出身に、戯れ主催という人物がおり、曹操の策謀の相談役として尊重されていたが、 早くに亡くなっていた。曹操が、戯れ司祭の後継者を誰にすべきか、同じく、衛生出身の淳育に対し相談を持ちかけたところ、淳育は曹操に、核下を推挙した。曹操は、召し出された核下と天下のことを議論し、わしの大技を成就させるのは、必ずやこのものだと言った。また核下も退出するなり、まに我が主君だと言って喜んだ。曹操は核下を、 軍師採取、ばしの意味名を避けて、軍採取と表記されるに上表した。劉備が曹操のもとに逃れてくると、曹操は劉備を予習僕に任命した。ある人が曹操に対し、劉備を殺害するよう進言したが、各家は巧妙な劉備を殺害することにより、曹操の評判が落ち、賢者が曹操に主観することをためらうことを重視して、それに反対し、 曹操に喜ばれた、義書。一方、風古においては逆に、劉備の有才、人心を得ていることを考えると人の下では、終わらないと述べこれを除くように進言している。198年、曹操は劉布を討伐した際、参戦参勝して、劉布を牢上に追い込んだが、可否を固守する劉布を攻めあぐねた。曹操が退却を決意しかけたとき、順は、各家と共に、 純友伝行為を継続すると主張した。思いとどまった曹操は、犠水と死水の水を引き込み、火痢を陥落させた。曹操が炎症と一触即発の状況にあった時、炎術は北上死生州の炎丹と助州で合流しようとしていた。曹操は炎術に備えるため、助州に劉備を派遣しようとした。各家は、定育と共に、その措置に反対した。結局、 劉備が背いたため、曹操は後悔したという、武帝記。200年、南下を開始した炎章と曹操は、一大決戦に及んだ、菅渡しの戦い。各家もこの戦いに従軍した。曹操が炎章と菅渡しで退治している最中、孫作が巨頭を吸収する構えを見せたため、人々は戦々恐々となった。だが各家は孫策が、高等制圧を急ぐあまり、 可烈な粛清を行い多くの人間から恨みを買っており、それを警戒してもいないため、近いうちに暗殺されるだろうと予測した。果たして孫作は、狩猟中に、かつて殺害した巨密具の触覚に襲撃され、重傷を負い、これが元で命を落とした。勘渡しの戦いで敗れた炎紹が病没した後、炎丹と炎紹が、炎家の光景をめぐり争った。 曹操は内紛につけ込んで、炎丹、炎章と霊陽で戦い、これを破った。一気に、炎家を滅ぼそうという諸将に対し、各家は、炎章は、炎丹と炎章のどちらが後継者か指名しないまま、死んだので、このまま攻撃して、両者を団結させずとも、放っておけば、後継者争いを始めます。南の流氷を討伐すると見せかけて変化が起こるのを、 待つのが良いでしょうと語った。曹操がこの弦を採用して撤兵し、流氷を攻撃するためにシに出兵すると、たちまち、縁家は骨肉の争いを始めた。後継者争いに敗れ、平原に落ち延びた縁端が、真、を派遣して、曹操を頼ると、各家は真、と対面しその使者としての役割を果たすことに、協力した真、伝、曹操は、 エンタンの降伏を受け入れ、炎ウを破り、行を陥落させた後、約束違反を咎めて、エンタンを攻撃し南側で切り、奇襲を平定した。各家は、妖抵港に封じられた。戦いに敗れた炎ウは、優州の炎気を頼ったが、優州でも反乱が起き、敗れたョウらはウガンへと落ち伸びた。曹操が、炎章討伐と三軍の右岸征伐を計画した時、 長領ラブカの多くは劉兵が劉備を使って巨頭を襲わせるのではないかと危惧した。しかし角川は竜は自分が劉備を使いこなす器でないことを自覚しているので徴用することはありません。安心して遠征することができますと言い懸念を打ち払った。果たして劉備は動かなかった。曹操の遠征軍が到達すると各家は兵は新速を遠飛びます。兵器新速。 今、地里と先の敵を襲撃するゆえ市長は多く、有利に彼、知恵たどり着くことは困難です。しかも、奴らがそれを聞けば、必ずや備えを固めることでしょう。市長を残し、景気兵を、昼夜健康させて突出し、彼らの不意をつくべきですと検索した。曹操はこの策を採用して、トミラを切り、ウガン族を討伐することに成功した。十八歳の時、 柳城から帰還の後、病を得てそのまま死去した。軍師採取の後任には、東明が任命された、東明殿。曹操は、各家の死を大変悲しみ、葬儀において、順優らに向かって、諸君は皆、わしと同年代だ。各家一人が飛び抜けてはかかった。天下太平の暁には、工事を彼に託すつもりだったと残念があった。 曹操は検定に上層し、その医療を八百個を加増し、合わせて千0個とした。抵抗と送りなされ、子が爵位を継いだ。検案十三年二百八年、曹操は南西において薬病に苦しめられ、共江隆史において孫健軍に敗戦した赤壁の戦い。この時、曹操は、もし、笹具工がいてくれたなら、 このような負け戦はしなかったろうにと嘆いている。慶元三年、二百六十二年、創刊、元御門の時代になって、曹操の病庭に行進として祀られた、神竜王期。過去を圧し、創人、帝育の三人が、宗英、明帝の時代に、他二十一人が、宗宝、聖王の時代に祀られたが、各家が祀られたのは、非常に遅かった。氏は、 定育を祀って、各家を残していた趣旨がわからないと述べている。各家は若い頃から将来を見通す才能があった。天下が乱れようとした時、名前や経歴を隠して密かに英傑たちと交際を結び、俗世間から離れて暮らしていた。そのため多くの人は、各家の存在を知らず、有識者の間でだけ名が知られていた。二十七歳で首都の役所から招聘を受けた。 曹操が各家に対し、家北において大勢力を有する縁章への対応を相談したところ、各家は、公には銃の勝因があり、縁公には銃の敗因があります。それは道、義、修、度、はりごと、徳、人し、名、文、部でございますといった。それはすなわち、道においては、面倒な礼、作法に縛られる縁より自然体である層が優れており、 創においては天使に逆する縁より包帯を目指す層が優れており、修においては勘、つまりの無差を持って、勘を救おうとする縁より厳しい層が優れており、土においては再疑心と血縁で人を用いる縁より、才能を重んじる層が優れており、測りごとにおいては防御ばかりして実行しない縁より、層が優れており、特においては上辺を飾る人々が集まる縁より、 平達と大義を目指す層の方が優れており、人氏においては目に触れぬ惨状を考慮できぬ縁より層が優れており、明においては残限がはびこる縁より層が優れており、文においては新章出伐な層が縁より優れており、また、文においては虚勢と数を頼みにする縁より要点と傭兵を頼みにする層が言うているのである、といった論旨であった。同時に、 炎章の北進と勢力拡張に合わせ、曹操に旅婦を撃破するよう進言した。劉備を厚遇する曹操に対して、各家はこれを除くことを進言したが、入れられなかった。劉備が背いた後、曹操は各家の言葉に従わなかったことを後悔した。曹操が劉備を討伐しようと考えたところ、人々は炎章に背後を襲われることを心配して、それに反対した。 しかし、閣下は、炎章が決断を書く人物であるから迅速に行動できないと判断し、劉備を撃つことを勧めた。曹操は劉備を攻撃し敗走させたが、果たして炎章は本格的な出征を行わず、の別を守っていた宇巾に撃退された、宇巾伝、河北平定後、河北四州の名士を曹操の下に集めたのは、閣下の策であったという。 各家の死に妻し想像は、相成なり方向、痛かな捧ぐ行、惜しかな捧ぐ行、悲しいかな方向、痛ましいかな方向、惜しいかな方向といった。曹操はこう取り立ててやったとき、純育に手紙を送り、再び、各家の死を痛むとともに、別の手紙で、各家は、わしと軍略を論じるときは、南方は、薬病が多いためきっと自分は生きて帰れないだろう、言いながらも、 天下を得るためには先に、京州を得るのが妥当と主張しておった。彼の計略は、真心から出たものではなく、命を捨ててまで工業を打ち立てようという考えからなのだ。それほどの心で仕えていたのに、どうして彼のことを忘れることができようかと追慕したという。各家は物事に深く通じていて、的確な見通しを持っていたので、早々から、わしの真意を理解しているのは、 笹さぐこうだけだと絶大な信頼を寄せられていた。各家は模範的行動に欠くところがあるとして、陳軍はこれを理由によく、各家を弾劾した。しかし各家が全く意に介さず、曹操も各家の才能を愛していたため、彼を徴用し続けた。またその一方で、曹操は公正な陳軍の才能も同じく愛した。陳樹は各家を定く。 ト明、ア明、ラ、渡ュと並べて、淳優と同じく暴略に優れた作詞だったが、淳優と違って、特業がなかったと評している。小説、三国支援儀では、淳優やト明らとの軍師たちが生死よりも活躍を減らしている一方で、各家は、生死と同様に天才的な洞察力を持つ、軍師として描かれており、儀の人物でありながら優遇されている。 早々に使えることになった経緯は、純育が定育を推挙し、定育が角果を推挙するという形になっている。そして角果自身は、キ明を推挙している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。